はい、今回阪急ビューティーオンラインの方で3のピークパフォーマンスリップクワッド税込み7150円でちょっと使ってみた色があったので購入してみました。夏限定パレットで2色で出ます。はい、で X01 のオレンジベースと X02 のレッドベースですね。私は断然もうレッドベースが好きなのでこちらの商品を購入してみました。でヌーディーナチュラルしっかりと感もね出るようなね4色展開になってますのでちょっとね使ってみたいと思います。はい、いきますね。ゴールドに輝くパレットの中にはこの夏のモードを1ミリもずらさずに表現できる4種類のリップが待機中。それぞれの質感と色を組み合わせパレット一つでいくつもの印象を唇へと、付属のリップブラシは丸みも直線も描きやすく洗練されたパフォーマンスをいつどこでも叶えますと書いてありますね。アラフィフになるとねやっぱりあんまり浮いた色もねつけれないんですよね。でねこのゴールドのパレットを開けてみますね。結構ねパレットになると使わない色とかが出てくると思うんですけれどもこれね綺麗ですよね。やっぱり最初すごい綺麗ですよね。でこのねブラシも2本入ってるんですけれどもね短い結構短いね、ちょっとね私持ちにくかったですね。でもねこのブラシのしなりが強くて丸みも直線も描きやすいっていうブラシみたいなんでねちょっと使ってみますね。この真ピンクねどう使うのと思ってたらこれはトリートメントベースでしっかり保湿をしながら透明感と血色をプラスして凹凸感も補正して柔らかい印象に仕上げるそうです。次はこの中で一番赤い、マットリップディスティントですね。これは迷いのないストレートな発色の綺麗な赤ですね。ちょっと朱色がかってますよね。肌にのせるのと唇にのせるのってやっぱ色が違いますからね。はい、でこのグロッシープランプ、肌に密着してボリューム感をプラスするグロスですね。で繊細なパールでフレッシュなツヤ感と立体感を作ります。もうツヤ感がこれすごく出ました。で次がグローリップデューデミュアですね。シアでみずみずしい質感ですね。この色がね私一番好きですね。一色ずつつけていきます。ベースからですね。トリートメントベースなんですけれども次に重ねるリップの邪魔をしないんだけれども保湿をしてるっていう感じですね。はい、で一度拭いて今度はねプランプをつけてみます。これはツヤ感が出るんですけれどもグロスまではいかない程よいツヤ感が出ます。若干色はつくんですけれどもほぼツヤですね。はい、で次はデミュア、これ私すごく良かったです。グロすぎない程よい質感っていうか滑りも良かったですよね。で、ほんとうららかに発色ですね。でね、唇もね、潤いがありますし、シワのね、カバーもね、結構綺麗になってました。綺麗でした。で、はい、次がマットタイプのディスティントですね。これ一番ね、発色のいい色だったんですけれども、海外コスメみたいなマットっていう感じじゃないんですけれども、私たちがつけても昭和チックにならない赤ですよね。ね、こういう綺麗な色をねつけるとね思うんですけれども色のね助けがないとねほんと病人のようになる時がありますからね。これほんと素敵な肌を綺麗に見せてくれる色でした。でよく見たら公式ホームページの方に How to enjoy this palette の方があったのでこれをやってみたいと思います。はい、じゃあヌーディーにしたい場合は A のベースと B のプランプを重ねます。まず A のベースですね。そして B のプランプ、ツヤ感を増します。自分の唇の色にちょっと温度感を足したようなヌーディーな色になります。で次がナチュラルにですね A のベースと C のデュミュアをつけます。ベースをつけて
C のみずみずしい質感のデューミュアをつけますね。やっぱりね、下地つけた方がやっぱ綺麗に見えますね。ベース大切ですよね。もうナチュラルだけどしっかりちょっと色がついてていいですね。次が血色で染まるようにですね、 C のデミュアと D のディスティントを重ねます。まずはそこのデミュアでベースを作って、その上にマットでストレートな D ディスティントを重ねます。あのディスティントだけのあのマットな時と違って、ちょっとマット感が和らいだ、ちょっとツヤ感が気持ち入ったような感じで、またねちょっとガラリと違いますよね。マットはマットだけでもいいんですけれども、やっぱりちょっとねツヤがあると潤いがあるっていうか、こうプルンとした感じに見えるので、やっぱり綺麗ですよね。で最後にこれツヤで立体的にって書いてあったんですけれども、で最初この通りに A のベース、D の、ディスティント、そして C のデミュア、そして B のプランプをね重ねていってたんですけれども、でねこのディスティントで縁を取るのかなと思って、縁をね濃ゆくねこうやってペンシルみたいにしてたんですけれども、立体感が出ないよなとよく考えると、いや何か違う、立体感はこのまま出ないので、よくねこれ今考えてるんですけど、あ多分、うん、韓国メイクのようにグラデーションを作るんじゃないかなと思って一旦取ります。韓国メイクのように唇の内側を濃ゆく、外側を淡くっていう風なグラデーションを作りたいと思ったので、もう一度ねしっかりちょっとしっかりめにファンデーションで色を隠してベースをつけていきます。で一番濃いディスティントで唇の真ん中に色をつけていきますね。半分くらいですかね。そしてちょっと薄めのデミュアで軽く全体的に色をこれつけなくてもいいのかなと思います。あとはグロスだけでもいいのかなと思うんですけれども、これに書いてあるようにちょっと軽く全体をつけて、でねもうちょっと立体的になるように、ディスティントをね足して赤を増します。中央の赤を増します。そして最後にグロスのツヤ感のあるプランプでツヤを増します。そしたらやっぱりちょっとね立体的になりました。私の勝手な解釈でしましたけど違いますよね。嫌味のない立体感がねちょっとできてるような気がします。4種類のそれぞれの質感と色をね自由に組み合わせて、ほんとね一つで結構ね遊べるパレットでした。これおすすめです。結構ねマスクをしている時間が多いと思いますけれども、今回ねちょっと使ってみておすすめのパレットでした。よろしければいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。